さん、こんにちは。日本プロレス界の父と呼ばれた力道山さん、39歳という若さでこの世を去ってしまいますが、その意思はアントニオ猪木さんに引き継がれていました。昨年10月1日70歳で亡くなられた猪木さんの80歳を記念する内覧会に力道山さんの妻田中恵子さんが出席し、力道山さんと猪木さんとの師弟秘話が明かされました。今回は田中恵子さんが語る師弟秘話をご紹介します。朝鮮人の両親のもとに生まれ、二所ノ関部屋に入門し力士として活躍し、ナイトクラブでの喧嘩が元でレスラーのハロルド坂田と知り合い意気投合。坂田の勧めでプロレス転向を決意し、アメリカでの猛特訓の末、1953年に新田新作永田貞夫の助力を得て日本プロレスを設立しました。アントニオ猪木さんは1943年2月20日横浜市で猪木家の睦夫として生まれました。父は実業家として成功し、政治家に転身して横浜市の市会議員を務めましたが、猪木さんが5歳になる直前に病死しています。1954年、実際だった猪木さんは近所の家のテレビで力道山さんと木村雅彦さんがシャープ兄弟と戦った日本初のプロレス国際試合をテレビで見たことで、力道山さんの強さとかっこよさに興奮し、プロレスラーになることを夢見たのです。1957年初め、拓大空手部出身の三男俊一がブラジル移住のパンフレットを見て強く惹かれ、俺はブラジルへ行って一旗あげたいと家族に伝えたところ、すでに77歳だった母方の祖父俊郎、母文子、次女久江とその夫猪木さんを含む5男次女の総勢11人がブラジルへ渡ることになります。当時猪木さんは14歳。一家を挙げてブラジルへ渡る以上、行かないという選択肢はなく、外国へ行ってしまったら日本でプロレスラーになれないのではないかと危惧したそう。しかしプロレスラーになりたいという夢は向こうからやってきました。1958年11月ブラジルへ遠征し、日本人日系人が多く住むサンパウロと州内各地を巡回して大成功を収めた力道山さん。そして1960年3月初めから4月初めまで2度目の興行を行い、その際サンパウロ在住のファンが猪木さんのことを話したところ、力道山さんが興味を持ったといいます。青果市場で働いていると聞いて市場を訪れ、猪木さんと対面、裸になれと言ってシャツを脱がせ、背中も見せろと言って上半身の筋肉を確かめてから、おい日本へ行くぞと怒鳴ったのです。猪木さんはかねてから憧れていた力道山さんが突然目の前に現れ、しかも自分を弟子にしてくれるという予想外の展開にただただ驚いていたそうです。1960年4月4日猪木さんはアメリカ経由で東京へ向かう飛行機に乗り込みました。東京に着くと力道山さんの付き人をしながら練習に励みました。ほぼ同時に入門した馬場さんが1番手、猪木さんは2番手という構図で、猪木さんは当時のことを力道山からは何も教わったことはないですね、教わったというよりただ殴られただけですねと振り返っていましたが、それほど思い出深い下積み生活だったのだと思います。この年の9月30日猪木寛治の本名でデビューし、そしてこの年の11月9日の試合からリングネームをアントニオ猪木に変えます。存命であれば猪木さんは80歳、力道山さんは99歳。今回の猪木さんの生誕80年を記念して開催された展覧会、1960年4月に日本プロレスに入門した当時師匠である力道山さんとの写真などが公開されています。力道山さんは1963年12月15日に39歳で急逝したのですが、妻の田中さんは主人が猪木さんを可愛がっていたのをよく知ってますと秘話を明かしました。当時赤坂に日本プロレスの合宿所と力道山の自宅があったのですが、田中さんによると若手選手の中で唯一自宅へ呼んだレスラーが
猪木さんだったと言います。力道山さんはブラジルから連れてきた子なんだ、自分の子供と一緒だと話していたそうです。恵子さんは主人はこの選手を一番可愛がっているんだなと思ったそうです。猪木さんからしてみればスカウトされて入門したのになんで殴られなきゃいけないんだと思ったでしょうけど、力道山さんなりの愛情なんだと考え、だからこそ猪木さんを誰よりも叱ったり厳しく指導したんだと振り返ります。さらに力道山さんは記者とのインタビューにも猪木さんを同席させ、プロレスだけでなく将来の事業などの計画も全て披露したそうです。田中さんは力道山さんは猪木さんに自身の計画を聞かせ、言葉を聞かせることで猪木さんに学ばせたのではないかと思いを馳せました。事実猪木さんはプロレスだけにとどまらず様々な事業に乗り出しました。失敗した事業もありますが、それは若手時代に聞いた師匠の言葉を耳にしたことが影響しているのかもしれませんね。田中さんには猪木さんの忘れられない表情があると言います。それは力道山さんが亡くなる1週間前、12月8日の昼下がり、大相撲の高砂親方が力道山宅に訪問した時のこと。恵子さんは当時の猪木さんは細身だったため体を大きくさせてやりたいと力道山さんは考え、相撲界に2年ぐらい預けて体が大きくなったらプロレスに戻す計画を立てていた。それを高砂親方に頼んで承諾してもらっていたという話を聞いていたそうで、お酒の席で猪木さんを見た親方がこいついい顔してるなと言った時、力道山さんはそうだろとうなずき笑ったのです。田中さんはこの時の猪木さんの親父が俺を認めてくれたと言わんばかりの本当に嬉しそうな顔が忘れられないと言います。そしてこの夜に赤坂のクラブで力道山は刺され、1週間後に急逝します。力道山さんはもちろん猪木さん、そして田中さんにとっても運命の分岐点となる1963年12月8日でした。昨年10月1日に猪木さんは79歳で亡くなりました。80歳のお祝いをしようねと話をしていたんです。それがまさか早く亡くなってしまって、もしかしたら主人が呼んじゃったのかな、そうつぶやいた田中さんは天を見上げ、現在のプロレス界の礎を築き上げた師弟を偲びました。現在恵子さんは熊本県天草市でプロレス殿堂館リングサイドで名誉館長を務めています。主人力道山の教えである戦うことの意義、ネバーギブアップの精神を伝えていきたい、特に若い人たちに戦う気持ちを忘れてほしくない、同時に天草の素晴らしい自然を世界中に発信していけたらと力道山さんの残したプロレスを広げる活動を行っています。また力道山の息子である桃田光雄さん、過去には全日本プロレスの旗揚げに参加したり世界ジュニアヘビー級王座を獲得しています。またプロレスの解説も担当したり、還暦を超えても現役で活動されていました。しかし2021年の父の命日に光雄さんは末期の肺がんを患っていたことを世間に告白しました。治療の末がん細胞は確実になくなったわけではないそうですが、転移は見られていないとのことで、父の命日で墓前に手を合わせ、うちの父親からもうちょっと来るのは後にしろよと言われたのだろうと思います。父が俺を助けてくれたのかなと思いますと偉大な父に感謝の言葉を送っていました。死の淵から奇跡の回復をした光雄さんのそばにはいつだって父力道山がそばについていたのでしょうね。いかがでしたでしょうか。今回は力道山さん、アントニオ猪木さんの師弟関係、田中恵子さんが語った師弟の秘話、息子の桃田光雄さんをご紹介しました。今からおよそ60年以上前、力道山さんがブラジル興行の最後にサンパウロで少年猪木と出会ってスカウトし日本へ連れ帰る際、猪木は有望だと思う、鍛えれば一流のレスラーとして檜舞台に君臨できると語った。この予言は見事なまでに遥かに超えるスケールで実現しました。
力道山さんの訃報を経て、1964年、猪木さんはアメリカへ武者修行に出ます。確かな実力をつけて1966年に帰国し、ジャイアント馬場さんと共に日本のプロレスを代表するスーパースターとなりました。猪木さんの成功の裏には、師匠である力道山さんの教えと、それを支える田中恵子さんの存在があったのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。